皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。私も今医療制度、特に医療法の改正案ということで、今その法案審議が始まっておりますが、先日の本会議での質問で紹介をさせていただきました。今神奈川県の県立大学の県立保健福祉大学というところで教授をされております游平京さんの、ぜひこの日本再生のためのプラン B という本が出ておりますので、私もこの本を読んでですね、今回本会議にも引用させていただきましたけれども、今の医療をどうしていくのかということで、本当にこの今の日本の経済を再生していく上で、医療とか、教育とか芸術、そういったものがこれからその地域経済を回していく上ですごく重要ではないかということで、医療経済学の先生が書いている本です。でこの先生は以前に改革のための医療経済学っていう本も書かれているんですけども、ぜひこういったその今後のですね、やっぱり医療経済、やっぱしっかり医療でもって日本の経済を回していくっていうことがとても重要ではないかと私も思っております。でそれが実は本当にこれからの社会をやっぱり成り立たせていく上ですごく重要なことになっていくんではないかと思っています。医療に携わるやっぱ産業としてですね、やっぱ本当に今この医療をやっぱりしっかり経済を回していくことっていうのはとても重要なことで、それは何も薬代とか、そういった医療機器とかそういったものにたくさんお金を使えばいいっていうことではなくって、結局そういった薬とか医療機器とかっていうのは株式会社がやっていて、その株主っていうのが多くの利益を得ていってしまうので、結局日本経済には回っていかないんですね。結局世界の富豪に回っていくだけなので、そういう意味ではもっとその優先生も言ってますけれども、もっと地域でその糖尿病の予防の教育とかですね、そういうその予防教育の面でしっかりそのやっていけるような仕組みを作っていく。それによって地域で非営利のそういった教育ですとか、そういったところにお金を出していくことにすれば、実はそれはそのまま給料になっていき、その地域の人たちの雇用が生まれていくし、その雇用が生まれたところでその地域のその地方税の税収になったりですとか、本当にそういうその地方の人たちが回していくためのお金になっていくということになっていて、その企業のための経済ではなくって、そういうその製薬企業とか一部のその医療機器とかがすごく儲かるような、そういったその経済ではないところでこの医療経済を回していくってことがこの本にも書かれていて、私もやっぱそれはすごく重要じゃないかなと思っています。で本当にこれからやっぱり自分たちの身の回りの経済を小さくでもいいので回していくことの方が、これから重要性を増していくんではないかと思って、そのローカル経済ですね、ローカルエコノミー、そういったものをやっぱりしっかりとしていくことが日本の経済をより良くしていくことにつながっていくと思っています。そのためには実は中小企業とか、本当にその非営利のやっぱり団体とか、そういったところがもっともっと元気になっていくような、そういうそのローカルエコノミーやローカル本当に地域の経済を回していけるようなことが重要だと思っています。そして今食の問題もすごく重要だと思っていて、食べ物ですね、特に私たちが普段何気なく食べている食を通じてやっぱり地域を循環させていくような、そういったその経済を回していけるような食の循環も作っていくことが私たちの生活をより豊かにしていくというような考え方で、ぜひこれからの社会をより良くしていくための方策や法律やそれから制度というのを作っていきたいなというふうに思っています。で今その国会の方でもですね、自分も今法律を作っているんですけども、ローカルフード、そういったものをやっぱしっかり守っていく、そのためには在来の種苗、種とか苗とか、そういった在来のものをしっかり保全して、そこからそれを活用していけるような、利活用していけるような、そういった法律をやっぱりぜひ作っていきたいと思って、今法案の準備もさせていただいております。それについては以前に記者会見というか会見をしてですね、こういうものを作っていきたいということで、動画の方もアップしておりますので、ぜひそちらの方も、ぜひ見ていただければと思います。以前アップした動画はこちらですので、ぜひこちらの動画の方も、ぜひ見ていただいて、これから自分が提案していく法案についても、ぜひ知っていただければと思っています。ちょうど1年前ですね、ちょうど本当に5月のこの時期からですね、私も YouTube の自分で編集したりとか、
まあ、自分で動画の配信をしたりということもしてきました。まあ、ぜひこの動画の方またぜひ皆さんに引き続き見ていただいて、ぜひいろんな自分の考えとか、自分の話していることで、まあ、いろいろ伝えていくことができればと思いますので、これからもぜひ YouTube の方を見ていただければと思います。ぜひ命を守る政策をこれからも皆さんに提案していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。今日も見ていただいてありがとうございました。まあ、ぜひいいねとかコメント欄とか、まあ、ぜひ記入書いていただいて、そしてチャンネル登録の方を、まあ、していただいてですね、ぜひベルマークの方も通知もできますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本当に見ていただいてありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。